今行くぜ邪魔だ邪魔だくらえおりゃコナミのキラーコンテンツ頑張れゴエモンが会合会に参上次回5月まで継続する ART キラキラ改造タイム興奮必至ビッグ中のセブンゾロイテリアさんにいるチャンスゾーン大江戸チャンスびっくり仰天インパクトビッグ奇想天外報復絶倒ドキドキワクワクハラハラとめくるめくゴエモンワールドが今新風を巻き起こす天下の大泥棒ゴエモン大江戸城のヒロイン雪姫そしてサスケにヤイちゃんにおみちゃんはたまた彼らを狙うもののけたちおなじみのキャラクターたちがゲームの世界観そのままにパチスロとのベストフュージョンを実現したちょちょちょ待ちなあれこのわってエビスマルを忘れちゃ困りまんがな最強の ART キラキラ街道タイムの巻頑張れゴエモンの魅力の一つは ART キラキラ街道タイムそうだぜボーナス終了後に突入の可能性があり次回ボーナスまで継続する赤だぜ担々麺推しで純増約 1.0 枚 ART にはさらに上乗せもありこの街道界最強の極上スペックがボーナスと ART の無限連鎖をも予感させるすごいでっしゃろちなみにキラキラ街道中背景が桜なら少なくとも次の次のボーナスまでキラキラ街道が続くらしいでキラキラ街道への道はボーナスにありの巻キラキラ街道タイムへの道夢も膨らむボーナスは3種類まずはビッグボーナスビッグボーナスビッグボーナスは選べて嬉しい3タイプベッドボタンを押してキャラクター決定だいくぜゴエモンビッグはチャンス告知タイプレバーオンでボスキャラ歌舞伎が出現すればキラキラ街道獲得のチャンスハサミ押しでアオンセブンを狙え見事セブンが揃えばキラキラ街道獲得だ続いてエビスマル行きまはよかほんにーここはわてが紹介しますぜエビスマルビッグは完全告知タイプレバーオンでジャーンと光ると狙えばセブンが揃いますぜさらにわての後ろにバラが咲いたらなんとボーナス3回ループの赤セブン揃いもうたまりまへんわ最後は雪姫良きに計らえ雪姫ビッグは後告知タイプおたまぐれを抽選おびまわしでアッパレが出ればキラキラ街道突入だアッパレ気合い入りましたろちなみにビッグ中青セブンが1回しか揃わなくてもいきなり桜背景なんてこともあるらしいですぜ小春ボーナスからもチャンスありボーナス終了時ゴエモンとみっちゃんがラブラブならキラキラ街道突入ジャッキーンそして圧巻のインパクトビッグ純増408枚さらにこの時点でボーナス3回ループもいただきだたまげたわ純増408枚さらに最低でもあと2回ボーナスを引くまではキラキラ街道継続ってことはえらいことになりまんがなまさにインパクト抜群の破壊力でんな高まる鼓動チャンスゾーンの巻通常時から突入するチャンスゾーン大江戸チャンス迫り来るバナーをかいくぐり
ゴエモンが亡くなる前にボーナスを引けばキラキラ街道突入。さらに超大江戸チャンスもあり、ボーナス当選で嬉しいボーナス3回ループだ。コングラッチュレーションです。手に汗握る大江戸チャンス。ちなみに通常時のステージは3つあんねんけど、夜になれば大江戸チャンスが近いってことかも。力入るで。ゴエモンワールド炸裂、多彩な液晶演出の巻。腹減ったぜ。頑張れゴエモンならでは、盛りだくさんの液晶演出もゲームを盛り上げる。ホニー、そんなに見ちゃダメです。くせ者くらいなさい。ゴエモンともののけたちのバトル演出も熱い。負けるか。インパクトビッグ、ジャンプ満帆、キラキラ街道、一騎一遊、液晶演出、対岸成就、セブンゾロイ。楽しくもあり激しくもあり、いついかなる場面でも気の抜けない面白さ。純和風街道活劇、パチスロ頑張れゴエモン。ほな待っとるでー。